どうもこんにちは。今日はハイエンドの SSD の比較動画を作ってみたいと思います。最近 SSD PCI Express 4.0 のハイエンドも安くなってきた、そんな感じがしますよね。最強 SSD の一つとして名高い FIRECUDA 530がこの間どっかでネットで 1万5000円以下ぐらいまで落ちてたので、まあ、その金額だったら結構買いなんじゃないかなと思ったんですね。でもこいつ出てから結構時期が経ってますので、この SSD 未だに買ってもいいのかどうかっていうのをね、検証してみたいと思います。実はこいつ安くてもキオクシアの最上位ブランドと比較して、まあ、3000円かそれ以上の差があるんですね。このぐらいの金額の差でもこのファイアクーダって買う必要があるのかどうかっていうのを比較してみたいと思います。つい最近ドスパラでも1万7000円ぐらいで売ってましたね。まあ通常価格だと1万8800円とそんなに安くないイメージです。コントローラーはファイソン製の E18 コントローラー、ハイエンドなのでもちろん DRAM 採用と TLC の NAND を採用してます。細かい仕様とか開封動画とかは以前に FIRECUDA 530は比較動画作ってますので、そちらで参考にしてください。比較対象になるキオクシアプロはこいつに採用されているコントローラーは E18 の改良版ということで、 FIRECUDA に採用されている同じ E18 をどこかしら改良されているものらしい。同じく PCI Express 4.0 のハイエンドで DRAM そして TLC NAND 採用です。速度比較とかしてみてもそれほど大きな差はないですよね。若干ランダムリードもキオクシアプロの方が上回っているのかな。今回も比較で使うのは今主流である 1TB ですが、 1TB では 1275TBW とめちゃくちゃでかい容量を設定しています。 TBW はメーカーさんが自由に設定できる側面もありますので、あまり比較はできないので、キオクシアさんの方も 400TB ですが、まあ気にする必要はないと思います。この動画の後にいくつか新しい環境で新しい他の SSD の比較動画とかを作っていこうと思っていますので、今回はちょっと簡単な感じになります。ではベンチマークの測定をしていきましょう。各ベンチマークはそれぞれ複数回測定していて、まあ、異常に速度が遅かったような結果は排除して平均値になるようにしています。各ベンチマークの間では十分なインターバルを置いて、 SLC キャッシュが活用できないことによる転送速度の低下などは起きないようにしています。1時間とか2時間とかテスト内容によっては3時間以上ねインターバルを置いてます。まずはもちろんみんなが大好きなクリスタルディスクベンチ、 SSD のシーケンシャルとアクセス性能をブロックサイズごとの性能で測定してくれます。簡単にグラフ化してくれますので非常に見やすいですよね。ほぼ似たような数値にも見えますが、書き込みでキオクシアプロの勝利でしょうか。しかしそれほどの差はないように見えます。データ量が増えた後は若干ランダムの書き込みがお互い落ちてるっていう感じかな。次は HD チューンプロで SLC キャッシュを利用可能な容量を測定してみましょう。 SSD は一度に大量のデータを移動書き込みすると極端に速度が低下する場合がありますが、 100GB、200GB など大量のデータを書き込んだ時に速度低下が発生するのかどうかをテストしてみます。保存しているデータが全くない状態でこのテストを実行すると、お互い利用できる SLC キャッシュの量は全くの互角、おそらく 105GB 程度でしょうか。超過後に低速モードに入ります。しかし低速モードでは FIRECUDA 530の方が 500MB/s ほど数値が高いように見えますね。しかしこの HD 中 Pro というソフトで出ている速度がいつも正確かどうかわかりませんので、もう少しテストをしてみたい。一番の最低速度がどのぐらいかを見るために 400GB 以上のゲームデータを移動した直後にデータ移動してみて速度を測ってみました。そうすると Xperia Plus の最低速度がだいたい 800MB/s に対して FIRECUDA 530が 1000MB/s 維持しているようにも見えます。若干 FIRECUDA の方が速度低下後の速度は速いってことかな。さてこちらの SLC キャッシュの利用量なんですが、 SSD 使っている時に何かしらデータがね保存されていることがほとんどだと思いますが、これがどのぐらい保存されているか、データが圧迫されているかによってこの活用できる SLC キャッシュの量が変わってきます。あらかじめ 50%、75%、85% とデータ容量をたくさん入れて空き容量を圧迫した状態でも測定してみました。今度はキオクシアプロの方が有利になる部分が見えてきますね。空き容量ゼロの場合だったら同じだったんですが、 50%、75% においてはキオクシアプロの方が自分のテストでは SLC キャッシュの利用容量に余裕があったように見えます。85までなるとねお互いきつくなっちゃいますよね。ここから考えると大量のデータを移動してコピーするなんて時は FIRECUDA よりも Xperia Pro の方が有利になる部分が多く出てくるんじゃないでしょうか。以前 FIRECUDA はテストした時にこの SLC キャッシュもテストしてるんですが、回復速度が若干遅いような感じがしますので、ここはちょっと欠点になるのかなとも思います。まあ、そんなに大量のデータをね一気に書き込んだりとかもする状況はないと思いますけどね。
次は ATTO です。 SSD のシーケンシャルアクセス性能とブロックサイズほぼ似たような数値にも見えますが、駆け込みでは記録者プロの勝利。しかしそれほどの差もないように見えますね。それではこのハイエンドの SSD たちをゲーム用途として採用する人もいると思いますので、ゲームで使った時のロード時間とかを測っていきたいと思います。まずは 3D マークのストレージベンチマークです。ゲームのロード時間や保存時間など各ソフトを実際にプレイ。少しずつ FireCUDA530 の強さが見えてきましたね。3D マークのストレージベンチマークでは全体的に FireCUDA530 の方が早いのではないでしょうか。差が大きいものは 15% ほどの差がありますので、ロード時間に差が出るでしょう。しかしそれほど大きな差でもないので、体感できない場合も多いとは思いますが、全体的にこのグラフからゲーム性能では上回っていると見えるでしょう。ゲームのロードだけではなくデータの保存も早いので 3D マークでは完全勝利と言えます。では実際にゲームのロードの体感はどのぐらい差が出るんでしょうか。 FF14 のゲームロードの時間で測定してみます。1660スーパーを用いた時のフル HD では 0.8 秒の差が出ています。まあ、0.8 秒って思うかもしれませんが、同じクラス同士の SSD って考えると結構な差なのではないでしょうか。ということでゲームに関しては FireCUDA530 の方が圧勝したという形になります。 0.8 秒の差が出ているっていうことだから、もっと読み込みデータ量が多い、まあ、オープンワールドとかのね、最近のゲームとかだともう少し差が出る可能性もありますよね。ゲームのストレージでロマンを感じれるぐらいめちゃくちゃ速いものをね、最上位のものを採用したいっていうんだったら FireCUDA530 いいかもしれないですね。今回から温度測定の方法をちょっと変えて、より激しいテストにしてみようかと思います。使用するのは自分がテストでいつも使っているセーブレントっていうブランドの、まあ普通よりもちょっといい感じのヒートシンクですね。テストに使用するのはクリスタルディスクベンチで、シーケンシャルリードの 64GB の上の2項目を連続使用しています。それぞれ初めにベンチマークで温めておき、ちょうど50度になった状態からスタートとして、最大で5周回してみます。そしてそれぞれテストが終わるために50度に戻るのを待ってから同じテストを再スタート。5回ぐらい回せばだいたい最高温度まで到達してくれるので、この計測方法でいいかなと思いました。なんでこんなめんどくさい50度からスタートみたいなのを何回も繰り返すかっていうと、上に乗っているヒートシンクに全体的に熱が行くまで時間がかかるからなんですね。SSD には温度計が搭載されていますので、モニターツールを見て測定するんですが、なんとこの2つ温度に大きな差が出ます。最高到達温度は FireCUDA530 が66度でしたが、 Xperia Pro がなんと77度まで到達しました。しかし最終的にこのテスト結果比較できないことが明らかになりました。実は FireCUDA530 の、テストを以前したんですが、非常に申し訳ないんですが、私 Xperia の温度計がコントローラーではなく何度に乗っているということを知らずにそのまま動画作っちゃいました。そもそも同じコントローラー採用している同じクラスの SSD でここまで差が出るっていうのもちょっと微妙だったので、どうやら Xperia Pro というか Xperia シリーズは温度計が何度フラッシュではなくコントローラーに採用されているということが発覚しました。通常 SSD っていうのは何度よりもだいたいコントローラーの方が熱くなりやすいと思うんですが、このコントローラーに温度計採用しているってことは Xperia の余裕の表れなのか。ということで、お互いコントローラーと何度の温度測定ということで、まあフェアに比較はできないので、まあ仕方なく直接温度を測る方法にしました。温度計買いました。直接温度計で測定しようと思うと、ヒートシンクをつけない状態じゃないとできませんので、まあ今ハイエンドの SSD でヒートシンクなしでね、使う人っていうのは、ほぼいないと思いますので、あくまでも温度の比較をやってみるっていうただのテストなので、まあ参考になればなっていう感じですね。テストは同じくクリスタルベンチを使いますが、一周だけしてみたいと思います。結果、じゃじゃん、こんな感じです。コントローラーと何度それぞれ測定してみましたが、まあお互い、やっぱり FireCUDA530 の方が実は高かったですね。まあソフトでは見れなくて、まあちゃんと実測測ってみないとダメっていうことですね。コントローラーが、FireCUDA 熱いですね。87.8 度まで到達。一方で、Xperia Pro は、なんと同じコントローラーがベースになってるんですが、78度と圧倒的に低くなっています。何度も同じくね、5度ぐらい差があるのかな。でもコントローラーかなり差が出てますよね。同じ E18 コントローラーがベースになってるんですけども、Xperia Pro の方がサーマルスロットリングが強みに設定されているってことかな。テストで見た感じ、だいたい77度ぐらいで第一段階のサーマルスロットリングかかってるような、そんな感じです。つまり FireCUDA530 が出た時に、まあ、発熱問題とか結構言われてたから、あまり温度が高くならないように Xperia の方は適度に速度として調整してるっていう SSD なのかな。
じゃあそれぞれ今の価格を見ていきましょう。金額の比較には Amazon の価格を参考にして比較してみます。Amazon でツールを使って最近の金額の推移を見てみます。Xperia Pro の方はね、500GB がないみたいなんですよね。全体的にやっぱりまだ HiAcuda 530の方が高いっていう感じ。1TB で約 20% の差があるんで、まあ正直この性能差で考えると微妙な感じもしますけどね、どうなんだろう。まあいかにゲーム性能でロマンを感じれるかどうかっていうとこですよね。ただし 2TB ではまあ 12% くらいのね価格差になりますので、まあ 2TB で行くんだったらまあ FireCuda も結構メリットあるんかな。一番安いセールの時とかの最低金額は、まあそれほど下がらないですよね。まあ一時1万3000くらいまで来たようなね、他のサイトで FireCuda があったような気もしたんですけどね、まあそのくらいの金額やったらもうそこ買っとけっていう感じですよね。同じコントローラーを採用している兄弟の SSD ではあるんですけども、Xperia Pro の方が若干温度調整をね、しながら走っているっていう感じですね。ちょっと遠慮しながらあまり発熱しないような感じかな。77度付近での、まあ第一段階のサマーショートリングがあるから、そこそこのヒートシンクであれば、まあ、この調整が入る時もあると思います。あくまでも FireCuda 530の方は、温度は気にせずに最高速度を伸ばしていくっていう、そんな感じですかね。まあ温度調整か最高速度か、まあ一長一短っていう感じです。まあ昔に比べて少しねお互いは下がってきたし、まあ価格差を考えて OK であれば FireCuda 530を買うのも十分にありかなと思います。ゲームのテストでは全てにわたって FireCuda の方が上回っている数値が出ていたんでメリットもあります。ゲームのロードとかに関しては正直長時間ね、そこまで使うようなものでもないので、まあ、ぶっちゃけ温度とかはそんなに気にしないでいいのかなと思いますしね。そして何よりも、ハイエンド SSD はもうヒートシンクなしや使えないっていうような感じになってるので、77度ぐらいで Xperia Pro はね、サーマルスロットリングもね、緩いやつが入ってるので、まあ、特に外付けの SSD とかって、SSD の冷却がしにくい状況になりますので、ね、ヒートシンクがね、つけれないですからね。外付けの SSD で、ハイエンド SSD を使いたいっていう人、かなり Xperia の77度付近の、サーマルスロットリングは、結構有効になってくる可能性はありますよね。まあ、しかし、まあ、このFireCuda 530が買いなのかどうかっていうのがちょっと微妙になってきています。というのもこの P41 が出てきたからですね。実は今回このテストをするために、まあ、改めてねこの FireCuda と Xperia Plus をね比較対象としてまあ再度動画を作ったっていう感じなんですけども、まあ、次の動画で検証してみようと思います。でこの SSD 実は最近なんか Amazon でセールしててめちゃくちゃ安いんですよね。1万3000円ぐらいまでなってるんで、もし FireCuda ぐらいの速度が出る、もしくは新しい世代ということで、まあそれ以上のポテンシャルがあるんだったら、まあこいつをおすすめせざるを得ないっていう感じになりますからね。動画次作ります。まあ通常価格でもそれほどまあ FireCuda と比べて差はないっていう感じですからね。新世代のこの SSD が今はいいのかもしれないですね。まあ、特にクリスタルディスクベンチで、まあランダム性のマジでバケモンですからね。すごいですよね。まあ、とにかく手に入れたんで、ちょっと後日テスト結果をね動画にしたいと思います。ということで、まあ、SSD も次の PCI Express 5.0 もね、ありますからね。これから、まあ、ヒートシンクすごいごついんでね、発熱やばいですけども、まあ、今年の後半もうちょっと先かな、コントローラーとか増えてくるのが多分来年らしいんで、まあ、来年以降ぐらいこの PCI Express 5.0 が普及するっていう感じかな。まあでも逆に言うと、まあ今年とか、まあまだまだ来年もね、全然 PCI Express 4.0 でハイエンドはやっていけるかなっていう感じがしますので、まあ焦らんでもいいかなっていう感じですよね。ということで、今回はこの大人気のハイエンドの2種類ですね。FireCuda 530さんと、キオクシアの最上位 Xperia Pro を比較してみました。金額的に言うと Xperia Pro の方が売れちゃうかなっていう感じもしますよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。